はい、どうも、ヒロチューブです。ということで、今回の動画は、シーズン4のゼロビルド最強武器構成について、実況解説していきたいと思います。まあ、ということですね、まあ、始まってまだね、今2日目なんですけども、まあ、現状2日目で、個人的にこの武器構成やっぱ強いんじゃないかなっていうのを、ちょっと今回ね、解説していきたいと思います。ちょっとですね、結構まあ、フォートナイトね、もうソロでプレイしまくって、まあ、全然もう勝ったり負けたりめっちゃしまくってるんですけど、まあ、その中で個人的に、まあ、こっちの武器のやっぱ強いのかなとかっていうのをいろいろとね、まあ、プレイしてみて思ったので、まあ、今回ちょっとね、いろいろと解説できればなと思っております。ということで、敵が来てるけど、列車も来てるんだよな。来てるわ、これ。おりゃー。え、一人やった。で、あとは、ちょっと待って、車ある?車あるね。これで、じゃ、列車乗れたら列車。よいしょ。じゃ、列車でブッシュ漁りましょう、これ。なんか、お、サルカバーサ来た。オッケー。サルカバーサ来て。こっちが?はいはいはい。オッケー。じゃ、これ持っとこう。オッケー。で、一旦ちょっとこれで回復していきますか。なんか足音するな。下か?これ。下にいるっぽいな。あ、いるわ。おや。デモゴルゴンスキンだな、あれは。おや。OK、終了。よし、一旦ここらちょっと漁り切ったので、ちょっと銃声するとこ行ってみますか。まだね、武器構成ね、整ってはないんですけど、ただちょ、銃声めっちゃ知ってるんで、どこだ?奥の方だな、これ。ガソスタの奥の方で銃声してるぞ、これ。あ、いた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 。どこだ ?OK? どれやり?あれか。オッケー、よし。二人目倒していく。オッケー。まあ、これで、ある程度ここ制圧かな。この自販機はハンマーポンプ買ってるんか。微妙だな、さすがに。ハンマーポンプはさすがにね、ゼロビルドはちょっと難しいっすね。ということで、あ、ドゥームのところ、敵取られてる、あれ、メダル取られてるね。個人的にね、ここのメダルね、弱いんだよね、これ。どっかいる?あれか。これで。OK? そこで倒しといて。いや、メダルは取りません、これ。メダルは弱いんで取りません、これは。あ、銃声するな。バーストが欲しいんだよね、今は。武器。あー、いるわ。倒してるわ。これメダルを取りにしようかな、これ。メダルと宝箱を取りにすれば、ここら辺漁られてないと思わせて、意外と敵がそのまま走ってくるんじゃないかな、これ。あ、いるな。あそこに、いたわ。まだちょっと遠いよ、敵。敵の位置がまだ若干遠いから、あ、なんか撃っちゃってんな。めっちゃ撃っちゃってるわ。撃っちゃってるけど、遠いな、あれ。あ、終わったな。ラストかな、あれ。やりに行っちゃってもいいんだよな、あれ。やりに行っちゃおうかな。撃っちゃってんな。ああ。まあ、銃声からして、あの敵一人っぽいな。この感じ。もうちょっとこっち、あ、いるわ、もう一人いるわ。もう一人いた、もう一人いた。あー、これやってんな。え?めっちゃ消えたぞ。いや、そう、ここはちょっとね、なんだろう、地形的にもね、なんかこうやって僕みたいに屋根裏隠れられたりするから、マジわかんないよね、敵の位置が。僕でもね、パッと見これマジで敵の位置わかんないからね、こういう立ち回りされるとね、相手からしたら難しいと思うんだよね。あ、撃っちゃってる。撃っちゃってるな。なんだ?あ、いるな。近いな。これ、ハイドしていくか。来るかな?来るか?裏だな。この裏にいるな。この中にある、絶対。浮いてる?あ、フィズ使ってるわ。え?足りるんだよな。上だな。OK。あ、これ敵倒した。来るな。この敵体力もないはずなんだよね。これ。
チかバチかやり合うしかないな。来るよねこれ。来た？え？いやーこれガードしながらこれか。え？え？オッケー、よしオッケー。もうこうやってなんかもうキャラコンをもうこうやってなんかもうぐるぐる回ってやっていくしかないなこれ。よし、これでオッケー。オッケー、これで倒しきった。まあ、これで手厚ね、とりあえず。よしよし、いい感じに倒せましたね。マジ、キャプテン、キャプテンアメリカのシールドがね、マジで強すぎる、あれ。あれ、厄介なんだよね、本当に。まあ、そんなこんなんで、まあ、一応ですね、個人的に強そうだなって思う武器構成が、今のところ、なんか、新しく出たね、アーセナルとか、ちょっとそっち系はフル無視して、まあ、武器としたら、まあ、この、ストライカーバーストで、この、ソブリンショットガンか。で、ショックウェーブ、で、バブル、で、フィズみたいな感じですね。ね、この武器構成がね、結局強いんだよな。その、ショットガン今ね、ポンプ、ゲートキーパー、で、こっちのソブリンが、まあ、3種類あるんだけど、まあ、ゲートキーパーの方がね、連射力早いんだよね。なんだけど、結局弾数とか、まあ、ちょっとした安心要素で考えると、まあ、外したりするからね、やっぱり。確実にね、ゲートキーパー当てれればいいんだけど、当てれなかったって時のことを考えると、まあ、やっぱりね、ソブリンの方がいいのかなって思うんだよね、これ。いないね、これは。オッケー。さあ、何が来るかな？もう特にこれ以上欲しいアイテムほぼないと思うんだよな、これ。ないよね。また金のストライカーバーストぐらいじゃない？だよな。もうこれぐらいしかないけど、まさきだから。変わんねえな。オッケー。で、今のところ個人的にストライカーバーストは、これレッドワインにスピードマグつけて、で、バーティカルに、まあ、マズルブレーキ。まあ、これが強いかな。そっちの方が、まあ、結局、今のアタッチメントって、遠距離で撃ち合い用のアタッチメントなんで、そう、で、あ、多分前回のコンバットアサルトってね、アタッチメントの構成変わんないんだよね。そう、結局撃ち合いするんだったら、まあ、バーティカルで撃った方が良くないかなってなっちゃうんだよね。そしてことで、なんか撃ち合いしてるっぽいんだよ、どっかで。あ、奥の方か。いたな。見えたね。あ、撃たれてる俺は。いるな、これ。お。欲しい、あと一発欲しい。え、ないな。撃った。え、あ、パーン。どっか撃たれたな、今。あれか。あは、外した。あ、でもめっちゃ外す。OK。ちょっとやっぱこっちの武器むずいな。なんか撃つ感覚ちょっと難しいけど。まあ、慣れたらね、ストライカーバーストマジで距離感によってはマジで強いからね、これ。アサルトの中では結局、なんか一番その、まあ、総合的に見たら今シーズンは今、ストライカーバーストが、ま、一強になるんじゃないかなって思うんだよね。いや、そのコンバットアサルトは、その連射力はあるんだけど、まあ、ダメージ量がま、少ないと。ストライカーアサルトは、そのダメージ量あるんだけど、まあ、連射力もそこそこあるんだけども、そもそも結構ブレがすごいんだよね。反動がでかいから、そのなかなかちょっと落ちづらいんだよね。ってなった時に、まあ、無難にやっぱりね、ストライカーバーストの方が反動少ないし、まあ、バーストだから、まあ、結構ね、ちゃんと狙えばヘッドショット入ったりとかして、まあ、一発50ダメだからね。ヘッドショット3発入るだけ150削れるから、そう。だそう考えたらね、ストライカーバースの方が反動少ないし安定性があるって考えたら、結局、アサルトの中が一番強いかな、みたいな。で、だいたいストライカーバーストで本当になんか遠距離で、だいたい打ち合うみたいな感じになると思うんで、まあ遠距離の展開作りでストライカーバーストうまいこと使えばね、いい感じになるんじゃないかなっていうね。なんか。エイム。こっち側行って。あれか。オッケー、よし、オッケー、倒しきっちゃうぞ、こういう時は。もうこのなんか、飛んでるやついたらもう逆に狙いやすいからな、これ。なんかこの、気づかれてない時にね、後ろから飛んでる時に撃たれたらね、急に方向転換できないからね、もうゆっくり動くね、的になっちゃうからね、これ。よいしょ。いたな、今。これか。
OK。 さっき空島飛んでったような敵、確か。空島いた気がするんだよね。リスタートからさ、メダル持ちが来てんだよな、これ。メダル持ちを迎え撃っても全然ありなんだよな、これ。どうしよう。しかあのメダル持ちがね、一番ちょっと厄介な索敵のメダルなんだよね、これ。索敵のメダルだから、これ迎え撃とうかな。あ、メダル落とした。え、ストームレック不明だ。あれ、こっちメダル回収しに行こう、あれ。ロッキー。いい。まさかの、アンチ街まで耐久してメダルを取りに行ったけども、メダルをまさかそのまま落としてしまうという。あ、これだ。あった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 。ありがてえ。イェーイ。まあ、一応ちょっとストライカーバーストの金ゲット、ミシックゲットしたんで、ちょっとこれ持っとくか。まあ、ミシックで強いからな、これ。まあ、アタッチメントちょっとね、個人的にそんなね、一番良さげなパターンではないんだけど、まあ、でもね、こっちのアタッチメントでも、まあ、一応戦えちゃ戦えるからね。で、今、空島なんか旗降りたよね、これ。できるんかな？ちょっと行きたいな、空島。ちょっと様子見、行くか、これ。ちょっと行ってみよう。よいしょ。いるかな、誰か。いるな。あ、いた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 。いるな。OK。OK。いやー、強いね、マジで、これ。もう今のは完全に、こっちがね、先手ダメージ打てたから、もうね、逆に勝てたけどね、これは。本来だったらね、しっかりストライカーバーストで削ってから、まあ、ショットガンでね、詰めに行く流れがやっぱ強いからね、これ。OK。一応これで回復して、あとは、あれだな、キットとか欲しいけどな、ちょっと、体力回復は来ない。あ、あとキット、OK。ちょ、キットで回復しようか。で、ミシックのストライカーバーストがレッドアイにスピードマグに忘れブレーキまで合ってるんだけども、まあ、バーティカルじゃなくて、今ちょっとスピードグリップなんで、もうスピードグリップって ADS しながら打つときに、結構ね、こう横移動が速くなるんだよね、これ。そう。もうこれは結構ね、強いのかな。そう、これはこれで一応強いんですよね。っていうのも、ADS しながら横移動が速くなるんで、相手からしたら、ADS して覗き合って打ち合ってるときに、なかなかこうね、敵が左右に動くから、当てづらってなるんだよね。そう。あの敵か。オッケー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 。オッケー。フィズ使って。で、これで、ショックウェブ使って。着地して。いないな。まあいいや。こういう時は、俺、索敵のメダル持ってるから、ちょっと止まって、メダルが反応するかちょっと見る。あ、いないわ。あの一瞬でも逃げたんだ、今。早っ。逃げるの早いわ。メダル持ちが向こう側にいるっぽいんだよな、これ。入るわ。え？やばいな。え？え？OK。強。わかりますよ、この一瞬の頭出しでもね、致命的なヘッドショットを繰り返せるからね、これ。これが強いんですよ。OK。OK。いるな。あ、待って、エイム悪すぎる。OK。 いや、うまい、今の。うますぎた。OK。で、あとは、これで、デカップ2個買っといて、あと2人っしょ？あ、今のバブルの戦い方めっちゃ良かったな、これ。OK、OK、OK。まぁ、ちょっとね、ショックウェブとか移動系なくなっちゃったからな、今ので。なくなっちゃったけど、OK。これでちょっとね、アンチ移動していきましょう。こっから5度目。ギリ間に合う。OK。ちょっと、遮蔽物がないから、ちょっと怖いね、ここら辺。一応こういう時はね、バブルを構えとかないとね。そう、一瞬でもね、撃たれたら一旦バブル焚いて、対策練らなきゃいけないからね。あ、切ったる切ったる。オッケー。な、キット持っとくか。キット回復しよう、これで。オッケー。まあ、前シーズンね、なんかそのマグニートがさ、シールドバブル貫通してたんだよね。そう、だから、場所によって貫通するってのあるんだけど、今回はさすがにね、シールドバブルね、貫通しないからね、これ。だからまだね、立ち回りがしやすくなるんだよね、これ。慣れましたね。どこだろう。いやー、あ、来てるな。 OK。
終了。危ない。一応サイフォンで体力が回復した。これでバブルもう一回耐えて、オッケー、隠しよう。危ねえ。前手ね、こっそり敵が来ることもあるんだよね。で、これね、今シーズンのね、まあマジでありがたいことなんやけど、前シーズンね、みんなニトロ使いすぎてね、あ、なんか、普段の立ち回りがね、ぐだり始めてんだよね。そう、ニトロ状態だったらさ、一瞬で移動できちゃうからさ、なんとか遮蔽物かけれるじゃん。パンチとか使えばね。で、みんな開けたところさ、行って、ね、ニトロもないからさ、そのまま、打ち合いになったらね、負けちゃうんだよね。そう、開けたと走りすぎてね、逆に狙われすぎからね。上上がったかな、これ。上上がったっぽいな。あ、ポジション逆転されましたね、これ。そう、ここで索敵することによって、まあ、相手は、ね、なかなかもう索敵されてるから、もう行きづらーってなってね、そう、戦いづらくなるんだね、これ。バブル出して、OK?OK、okay? okay, let's go! まあ、今シーズンやっぱストライカー、今現状武器構成でも、その新しく追加されたアイテムを除けば、まあ、ストライカーバーストに、まあ、ソブリングショットガンに、まあ、ショックウェーブ、で、バブル、あとは、フィズかな。で、チャグでもいいんだけど、フィズの方がショックウェーブフローベリーが使えるから、そっちの方が移動がしやすくなるんだよね。チャグでもいいんだけどね、チャグでも即時回復なんだけど、ショックウェーブフローベリーのことを考えると、まあ、やっぱりね、こっちの方が強いかなと思いますので、ぜひ皆さん、ちょっと使ってみてください。ということで、この動画参考になったなと思ったら、高評価とチャンネル登録、クリエイターサポート、そしてツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということで、キル数の方が16キルということで、動画最後見ていただき、ありがとうございました。